俺たちでもやれる S ランク任務が一つだけあるってばよ。カカシ先生の素顔を見ることだってばよ。敵の最高機密を暴くのだ。カカシ先生の今までの写真を全て探し出せば、いくらなんでも一つぐらいは。ありえないでしょ、これは。こうなるともうね、任務終了、解散かな。向こうの川で女の人が溺れて。なんだって。さすがさくらちゃん、さくらちゃんの薬のおかげでカカシ先生にバレてないってばよ。これで絶対マスクを取るってばよ。すぐに病院に運ばなければ。プラン A 失敗。別にマスク取らせちゃってもよかった気がするけど。予備でもう一枚つけてるからね。でも赤石先生をどう食事に誘うかが問題よね。まずい、こっちに来た。声色を変えるのは喉に負担。鈴取りの時よりチームワーク良かったんじゃないか。まあもう 2,3 回は遊んでやれるかな。